LVT は第二次世界大戦中にアメリカ海軍と同海軍海兵隊が運用した水陸両用トラクター。略称としてアンプトラック、アムトラック、アムトラックなどがある。直訳で機動式上陸車両になるが日本でいう水陸両用装期車に当たる。LVT は一般的に知られていた救出車に由来してアリゲーターと呼ばれた。 1935年に湿地に阻害された地域の行動を目的として、ドナルド・ローブリングによって、元のアリゲーターを発展、機械化したアリゲーターが開発され、車両と船舶がより一体化した。その2年後、ローブリングは再設計を行って、水上速度を改善したアリゲーターを完成させた。アメリカ海軍海兵隊は、ペート中サランが研究していた戦争における、 水陸両用作戦のドクトリンとライフ氏の記事を通じてそういった車両に興味を持ち、軍事利用のための水上行動に向いた車種の開発をローブリングに持ちかけた。海軍の要望を満たすため多くの回収が行われた後、車両は LVT と名付けられた。フードマシーナリーコーポレーションに200台が発注され、殺虫剤、スプレー、ポンプや農業具の生産が アリゲーターに置き換えられた。結果、同社の主要取引相手はアメリカ軍になった。現在、その部門はベイシステムズのベイシステムズランドアーマメントとなっている。車両の設計を簡素化するため、LVT とその前身であるアリゲーターはスクリューのような水上専用の推進機構を持たなかった。その代わりに無限軌道の踏みずらぎ見保装置での 滑り止めを兼ねた水かき板を設け、無限軌道を陸上同様に動かせば、外輪船の容量で小原業することができた。この水かき板の形状は段階的に改良されている。最初の LVT は24名の乗員と 2000kg の重量物を輸送することができた。当初、船から海岸へ補給物資の輸送を目的としていたため、走行など防御力が欠如し、 地質の硬い地形の場合は、LVT とそのサスペンションは頼りにならなかった。まもなく海兵隊は、LVT を攻撃性を備えた車両としての可能性を認めた。走行は火力とともに改良され、スチュアート戦車シリーズの砲塔を搭載した、LVT-1M875mm 自走榴弾砲の砲塔を搭載した、LVT-4 などが採用された。 これらは、水陸両用戦車は、アムタンクと呼ばれ、スチュアートの新型エンジンを搭載して、サスペンションを改良することで陸上における、機動力も改善された。生産は終戦まで続けられ、18,621台の LVT が製造された。1940年代の終わりには、一通りの試作車が作成、テストされたが、資金不足のため生産には至らなかった。 海兵隊は新型が登場しないことが判明すると、LVT-3 と LVT-5 を近代化改修を施し、1950年代後半まで運用した。LVT はガダルカナル戦において後方支援に使用されたが、初めて上陸作戦に使用されたのはタラワ攻撃であった。タラワにおいて、LVT はサンゴ礁や浅瀬だらけの浜辺を乗り越え、 輸送を成功することでその価値が証明された。上陸用集艇であるヒギンズボートは、喫水下1.2メートルの水深が必要であるため、産後症で座礁し海岸到達できず、胸まで深さのある浅瀬か、それより深い海辺を徒歩で進まなければならなかったのと、対照的な結果である。上陸用集艇組は、多数の犠牲者を出し、海岸にたどり着いたほとんどのものが、 小銃や無線機など装備のほとんどを失っていた。有用性が明らかになった一方で、投入された125台の LVT のうち80台以上が日本軍の砲火により損傷し、作戦終了時には稼働できる LVT は35台であり、防御力の低さを露呈した。アリゲーターは構想通りの働きを見せた一方で、 より効果的な運用のため改良が必要であることも明らかになった。スヘルデ川を溶かした LVT タラワの経験をもとに上陸用の LVT には標準化した増加装甲が用意された。そして火力支援を提供するために LVT-1、アベット -4 などのアームタンクが開発された。 後部機関銃を取り外してより大きい砲塔リングを採用し、75mm 榴弾砲をオープントップ式に装備した。そのため、日本軍の不評からの攻撃に脆弱になったが、火力支援には効果的だった。マリアナ諸島攻略に投入されたアムタンクは、本来の上陸だけでなく、内陸でも使用された。LVT が多数用意された。 レーテ島上陸で9つのアムトラック部隊と2つのアムタンク部隊が配置された。上陸にあたって戦闘が起きなかったため、最も少ない活動の作戦だった。その後、1000台以上の LVT が沖縄戦に投入された。LVT のほとんどが太平洋における作戦で使用されたが、終戦間際にヨーロッパでも使用された。 イギリス軍はバッファローと名付け、スヘルデの戦いで連合軍が使用した。プランダー作戦においてポーガーなどいくつかの都下に使用された。また、戦後も l v t 3 c と改良された LVT-5 は朝鮮戦争でも使用され、フランス軍がアメリカから供与された LVT-4 と LVT-4 をベトナム戦争や第二次中東戦争で使用した。 LVT はアメリカ軍における上陸作戦向けの水陸両用車両として評価を受け、同じコンセプトの水陸両用車両は第二次世界大戦後もアメリカ軍に採用され続けている。1950年代に LVT は LVTP-5 とその派生型と交代していった。その後、大体に LVTP-7 とその派生型、 ついで LTVP-7 を回収したアブ7水陸両用教習車が続いた。それらはフルモデルチェンジとして最初の LVT を製造した米システムランドアーマメントによって生産が行われた。ありがとうございます。